はい、大阪府豊中市にある坂本整体院です。今日は変形性膝関節症や半月板損傷ですね、で動くと痛い人のためのテーピングの貼り方っていうのをね、お伝えさせてもらいます。テーピングを貼っているからといって治るというわけではなくて、もちろんその他にもしっかり筋肉を緩めていくであったりとか、体の使い方、姿勢を見直していくっていうことはやらないといけないんですけれども、どうしてもね、動くと痛い、特に歩くと痛いとかっていう人でね、今すぐどっか行かないといけないっていう人もいると思います。そういう時の少し補助として今日のテーピングをお伝えさせてもらいます。じゃあやっていきます。はい、じゃあ今から膝のテーピングやっていきます。で、使うのはこういったようなキネシオテープっていうやつになりますね。まあドラッグストアとかどこにでも売ってるので、ない人はこれを一度買ってみてください。で、今回もこういうふうに切ってあるんですけれども、これを6本使います。この後ろにメモリみたいなのがついてるんですけど、だいたいそうですね、6メモリぐらいなのが1本と、5メモリぐらいのが2本と、4メモリが2本と、3メモリが1本です。1、2、3、4、5、6本ですね。こんな感じで使います。あとはその人の体格であったり体型ですねに合わせて、少し短くしたり長くしたりは調節してください。で、貼る場所なんですけれども、膝なので、まずここにお皿があるんですけど、このお皿の下から太ももまっすぐですね、ちょうどど真ん中に1本貼ります。で、お皿のこの下からこういうふうにお皿の横を通って、このまま横に貼ります。真横にですね。これが2本です。で、今度は逆にお皿の下からこういうふうにお皿の横を通って、内側ですね、太ももの内側に1本貼ります。まずこれやっていきましょう。で、テープを貼るときにこうやってグーって引っ張って貼らないように、そのままピタッと貼ってください。お皿の下ですねにこうやって貼ります。で、そのままテープを剥がして、こういうふうにまっすぐ貼っていきましょう。で、剥がれないように、もし剥がれやすい人がいたら、この角をね、ちょっと先に切ってから貼ってあげると剥がれにくくなります。ここが6メモリの一番長いやつです。で、次こっちの外側を貼っていきます。これは5メモリでいきます。さっき貼ったこの下のところにですね、ここに合わせる感じでこういうふうに貼ってください。で、お皿の横を通ってそのまんまこっちの外ですね、側にこういうふうに貼ってください。はい、次は内側です。これも5メモリで貼っていきます。これもさっきと一緒で、ここですね、膝のお皿の下にテープ、真ん中と外側貼ったんですけど、その上に重ねるようにして膝のお皿の下にテープを貼ります。で、お皿のこの横ですね、横を通ってそのまんまぐっと内太もものちょうど真ん中ぐらいですね、ここにこうやって貼りましょう。これでこういう感じに貼ることができます。こういう感じですね。で、この状態からはちょっと座ってもらってですね、膝を曲げてもらって、まあ、この状態ですね、座って膝を曲げると、ちょうど膝が90度に曲がると思います。この状態でお皿の下ですね、ここに3メモリのテープをこうやって貼りましょう。お皿の下にこういうふうに貼っていく。で、次はこのお皿をこうぐるーっと回るように、お皿の間を保護するように、こう内と外から4メモリのテープで貼っていきましょう。さっき合わせたお皿の下ですね、そこに当ててもらって、で、お皿の内側を通って、こういうふうに上で貼る感じですね。こういうふうに貼ってください。次は、今度はお皿のこの下から、今度は外側ですね。こういうふうに貼って、ここからお皿の外側を通って、こういうふうに貼ってください。こういうふうに貼ることで、このお皿の内と外しっかりガードできますし、
膝の負担がかかるっていうのはこの太もも、内側の太もも、ここの真ん中、外側っていうのを全部カバーできるので、これでね、膝の痛みっていうのが軽減されます。で、ちょっと自分でこうやって動かしてみて動きづらくないかっていうのは確かめてください。これを出かける前とかに貼ってもらうことで膝の痛みっていうのが軽減されます。膝に負担がかかってしまう原因っていうのは歩き方ですとか立ち方ですね。で、その時に筋肉に無駄に負担がかかってしまうから膝に痛みっていうのが出てしまいます。その筋肉にかかる負担をこのテープが少し肩代わりしてくれるので、その分痛みなく歩くことができます。で、プラスこのテープを貼ってる時に腕を振って痛みをかばわないようにして歩くことで、より筋肉にかかる負担が減るので痛みも改善しやすくなります。この先良くなりやすいということですね。なので歩き方を変えていきながらこのテープを貼って生活するっていうのは膝にとってかなりいい状態を作りやすいので、できるならこう痛みが、ね、軽減してきてテープなしでも歩けるなって自信ができるまではこのテープを貼って歩く習慣をつけてもらっても構いません。このテープは朝つけたらだいたい夜には外すようにしてください。テープがどうしても合わないっていう人とか、テープを貼ることによって逆に痛みが強くなってしまうっていう人もいます。そういう人は貼らないようにしてください。では、チャンネル登録もよろしくお願いします。